それほど神経質になる必要はないと思います。心配しすぎちゃってね、普段の生活ね、大変になるといけないな。皆さんこんにちは、平野真奈美です。薬剤師のまっちゃんです。ラスオガンサバイバーのニコです。よろしくお願いします。お願いします。今回の動画は薬剤師さんに質問をいくつかしていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、早速、抗がん剤治療が終わってからどれくらい体にその薬って残っているものなんですか？すごくね、難しい質問ですね。まなみさんはどう思います？いや、結構残ってるなっていう感覚はあるんですけど、感覚的に1週間。薬によって違うんですね。これは薬によって体の中からどのくらいで消え去っていくかっていうスピードね、まちまちなんですよ。ただそうは言ってもね、実際どのくらいかというと、一般的にはそうですね、2日か3日くらいだと思います。そんなもんただね、中には長いものもあるので、やっぱり1週間くらいはね、かかるようなものもおそらくあるんじゃないかなと思います。で、点滴の薬の場合はね、まあ、2、3日からまあ1週間。飲み薬もありますよね。で、飲み薬は、まあ、例えば2週間飲んで1週間休むとか、いろんなパターンがあると思うんですが、まあ、大体最後に飲んでから、まあ、2日が3日といったようなことが一般的だと思います。次は、抗がん剤の副作用って残ってしまうものなんでしょうか？これもですね、お二人とももしかしたら経験があるんじゃないかなと思うんですが、副作用っていろいろありますよね。例えばですね、副作用によって違うんですけども、吐き気ってどうでした？ずっと続きました？もう1週間。1週間ぐらい。吐き気なんかの場合ですと、大体ですね、早い人だと、まあ、点滴をしている最中、まあ、場合によっては不安な気持ちによって前日からね、気持ち悪くなっちゃう方もいるんですが、そこからね、大体長くて5日くらいかな。で、だんだん収まっていくようなものが多いです。それからあと骨髄抑制といって、例えばね、白血球減少っていうね、その免疫力が下がっちゃう状態も、これもずっと続くわけじゃないんですね。大体ね、点滴をした後に、そうだな、2週間後くらいにブーッと一番ね、下がりきって、そこから大体戻ってくる。抗がん剤のね、点滴が大体3週間から4週間に一遍っていうね、多いですよね。これはね、白血球ぐーっと下がってきて、また元に戻ってきてっていうね、このね、戻ってくるところに次の治療を合わせてるんですね。なのでこれもずっと続くものではないです。あと髪の毛への影響ね、お二人のどうだったかなっていうふうにちょっとお聞きしてもいいですか？髪の毛は、抗がん剤1クール目2クール目、忘れちゃったんだけど打って2週間後くらいから抜け始めて生えてきたよ。なのでだいたい点滴治療っていうか抗がん剤治療をやってる間はずっと影響はどうしてもある、どうしても繰り返し繰り返し治療していくので、でその後ですね、数ヶ月でまあ元に戻ってくる方が多いと思います。まあ、中にはなかなかね、元に戻りにくかったりとか、髪質が変わってしまっていったような、ね、方もいらっしゃるんですが、これもね、ずっと残るものではないと思います。それに対して、実はね、ずっと残りやすいものもあって、抗がん剤によっては指先がすごくしびれちゃうよっていったようなね、治療もありますよね。これはですね、軽いうちは、いいんです。軽いうちにその抗がん剤治療が終わってしまえば元に戻ってくる方多いんですけども、どうしてもですね、このしびれが強く残ってしまった方は、治療が終わってからもほとんどですね、こう残ってしまう方も中にいらっしゃるんですね。なので、副作用によって、大体ね、このくらいで戻ってくるよっていうものも分かっているんですが、中にはちょっと長く続いちゃうようなものもあります。骨髄抑制による貧血で鉄剤処方の効果はありますか？ と、フォロワーさんから質問いただいたんですが、その辺はいかがでしょうか？骨髄抑制というのはですね、まず血液のね、細胞が影響を受けてしまって、まあ、起きてくる状態だと思うんですけども、その中で赤血球っていうね、血液を運ぶ細胞が減ってくると貧血のような、ね、状態になってしまうことがあります。じゃあそこに一般的なね、貧血に使うような鉄剤が、まあ、使えるかどうかと、こちらはですね、実は貧血のに使う鉄剤というのは鉄欠乏性貧血というねタイプの貧血に使う薬なんですね。要はその赤血球というですね、細胞を作っていくのに、
鉄分が必要なんです。でそれがねもともとこう不足しているような状態で貧血が起きている方に鉄剤を使っていくということなので、骨髄抑制の貧血の場合はおそらくあんまり鉄剤は使わないと思います。じゃあどういった対処をするのがね一般的かというと、やはりですね減量とか休薬、お薬の量を加減したりとか、それからお休みの期間を長くする、あるいはですねもしですね検査をしていてもう本当にものすごく貧血が進んでしまった場合は輸血をね行うことで対処する場合もあります。ただここはですね患者さんの状態によって違ったりしているので主治医の先生と相談したら、ただ一般的には、鉄剤というねお薬は骨髄抑制の、貧血にはおそらくあまり使われないと思います。抗がん剤治療をして、投与するじゃないですか、はい、でその日とか翌日はトイレをこう2回流した方がいいとか、こう蓋をしてから流してくださいとかこう言われたことがあるんですけど、その辺ってどうなんでしょうか。これもですね実際にお二人もそんなようなことって病院で聞いたことあります？私病院ではないんですよ、人から聞きました。あ、なるほど。私も個人的には言われてなくて、やっぱそういう人が言ってるのを見て、ああそうなのかなっていう。なるほど。ここはですね実はまだねなかなか進んでいない、分野というかではあるんですけども、実はですね体の中で役目を終えた薬、抗がん剤に限った話ではないんですけども、一般的にですね尿の中に入ってきて体の外に捨てられるようなタイプの薬であったりとか、あと便、ここに入ってきて体の外に捨てられるといったような薬によってね違うんですけども、で抗がん剤はやっぱりね他の薬と同じように尿とか便によって体の外に捨てられるといった形をとるので、おそらくですねそういったその説明をね聞いた視聴者さんは治療を終えた後に役目を終えたお薬がね尿とか便に出てくるので、それがですね例えば家族であったりとかね一緒にいる方が、できれば触れない方がいいだろうということで2回流してくださいとかね、それからあと蓋をしてくださいっていうのはこう流した時にね水しぶきが飛びますよね。この便座のところにこうどうしてもねその抗がん剤がね混じっている尿とかがねくっついてしまう可能性がある、だからそれをね防ぐためにそうしてくださいよって言ったような話だったと思います。他にもね例えば男性の場合ね洋式のトイレで、お小水するときにできれば座ってしてくださいとかね、これは立ったままですとどうしてもねしぶきが飛んでしまうので、そういったことにもね注意していただくように説明している病院があるそうです。で先ほどの説明でもあったようにねどのくらいの期間こう気をつけた方がいいかっていうと、大体やっぱり2日くらいはね、2度流しをしていただいたり蓋をしていただいて、あるいはこまめにちょっとね清掃していただいたりといったような形でやっていただくと、で長いお薬だとやっぱり7日間くらいちょっと気をつけてくださいよっていうようなねものもあるので、これはですね治療を受けている病院で確認をしていただくのがいいと思います。もしこのがんではない健康な人が暴露をしてしまった場合って何か健康上の問題とかって起きますか？これもですねとてもね大事なね質問だと思います。抗がん剤治療を受けた後、2、3日の間は、尿とか便の中に抗がん剤が出てくる可能性があるということで、先ほどのようにね、家族が、あまり触れないように2度流しをしていただくとか蓋をするといったような話が出たわけなんですけど、じゃあ触れてしまったらどうなのかっていう部分ですよね。ここはですね皆さん、非常に心配する部分かもしれないんですが、実は皆さんがですね点滴治療を受けているこの点滴のねバッグに入っているねお薬、これよりももっともっとすごく微量なね量なんです。なので多少触ったからねすぐに何かね健康的な何か被害があるかというと、そういった心配はねあまりしなくていいと思うんです。ただしですね、その抗がん剤の影響で将来要はね DNA というね遺伝子に少し傷がつけられるといったようなことで将来的にがんになる可能性は示唆されてるんですね。なのでできればやっぱり触れない方がいい、
ただし尿や便に出てくる量ってすごく微量、実際にですねやはりご家族に抗がん剤がね、抗がん剤に暴露されてしまったような例はあるんですが、それは健康的な被害があったということではなくて、触れてしまったことが家族のようね尿からも抗がん剤が出てきてしまったという事例があるといったことで、将来どうなっていくかっていうのはやっぱり20年30年先まで見ていかなきゃいけないので、なかなかね難しい部分があると思います。あと健康な人暴露した場合っていうのは、僕らが実はねすごく気をつけているのは医療従事者なんです。なぜかというと、ご家族とかご本人は抗がん剤同時に使ってもまあ3種類とかねそのくらいですよね。でも例えば毎日点滴ルームで点滴をねしているっていうか、やってる看護師さんなんかはいろんな患者さんに関わっているので、いろんな抗がん剤にまあさらされる危険性がある。それから仕事なんで毎日ねやってますよね。なのでその期間もすごく長くなるんです。さらに言うと、僕ら薬剤師ですねはこのバイアルとかからね薬を直接、薬の瓶で、ここから注射器で薬を直接吸って、薄めたりとかしているので、その原液に触れることもある。特にね、抗がん剤の原液って、例えば飛び散って目に入ってしまったりすると、やっぱり目に影響が出たりとか、中には皮膚につくと皮膚がちょっとただれてしまう可能性があるから。なので、そういったことがないように、医療者、特に看護師さんとか僕ら薬剤師も、ものすごくね、尿とか便に出てくる量よりも濃いものにさらされる可能性があるので、それはとても気を使ってます。ただしこれもですね、今すぐっていうね、皮膚とか目の粘膜とかっていうね触れてしまえば可能性はあるんだけども、その抗がん剤にさらされ続けて30年40年後にもしかしたらその人ががんにかかる可能性がね高くなるんじゃないかっていうのはね示唆はされてるんですが、これもね必ずしもというわけではない。ただできるだけ触れないようにする、努力はしていく必要があるんじゃないかなと思います。なので皆さんはね、それほど神経質になる必要はないと思います。心配しすぎちゃってね、普段の生活ね、大変になるといけないので、ただ、先ほど言ったトイレの2度流しとか、飛び散らないようにしていただく工夫をして、できる限り、てかできるだけ、触れないようにしていただくっていうような形でいいかと思います。今回はがん治療に関することをちょっと質問させていただきました。次の動画も、薬剤師さんに対してちょっと質問をちょっと投げていこうかなと思いますので、また次も見てください。で、先生の、チャンネルは概要欄に貼っとくので、よかったら見てください。今回の動画が少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。